モノマネの帝王シリーズ第1弾。なんだこりゃ。ターミネーターニューフェイトの公開を記念して、ターミネーター1-2モノマネ吹き替え新録版がやってくる。来てるものをこっちへよこせ、早く。だってめえこの野郎、豪華声優のモノマネ吹き替え音声を40収録。それでどれにする？全部。今日も店じまいだな。ちょっと食べだよ。いいんだ。サラー・アンコナー、気象25歳、至近距離から6発撃たれてます。同じ名前か。マスコミが派手に騒ぎ立てるでしょうな。同一犯人の仕業か。変質者ですかね。死にたくなければ一緒に来るんだ。 T-800 の声を演じるのは3人の名優、大友龍三郎。サラコナーの友達だ。ここに来てるはずだ。会わせてくれ。いや、教授衆だからダメだ。また来る。源田鉄章。サラコナーの友人だ。彼女に会わせてくれるか。いいえ、まだ話を伺ってるので。また来る。銀河万丈。サラコナーの友人だ。ここにいると聞いた。会いたい。ダメです、今供述を取ってますから。ではまた来る。対する未来戦士カイロ・リュースにも有名どころがずらりと並ぶ。奴には哀れみの気持ちも両親の呵責も教師もない。奴は絶対に途中でやめたりはしない。奴には哀れみの気持ちも両親の呵責も教師もない。奴は絶対に途中でやめたりはしない。奴は情けなんて知らない。両親の呵責も教師も目的を渡すまでただ突き進む。奴に感情はないんだ。哀れみも教師も一度狙ったら最後まで諦めない。映画に登場する脇役にも豪華キャストが集結。おい、止まりなさい。おい、何すんだこの野郎。イタリア製だ。指導でも使えるよ。兄さん銃に詳しいね。どれもご使用には持ってこいだ。サラー・アンコナー、秘書25歳、至近距離から6発撃たれてます。マスコミが派手に騒ぎ立てるでしょうな。見えているさ。いちいち見せるのには訳があるんだろうな。なるほど。で、そのコンピューターはこう考えたわけだ。敵のリーダーを殺せば勝てる。リーダーを殺すには過去に遡って母親が彼ら身ごもる前に殺せばいい。いいえ、今供述中ですから。まだもう少しかかりますよ。待つならベンチでどうぞ。なんと未公開シーンのモノマネ吹き替え音声を初収録。くぞ、シートベルト閉めてくださいよ。リース、彼女は生きなきゃならない。君が守ってやるんだ。僕には別世界だ。こんな緑に囲まれて、まるで夢みたいだ。何ですかそれは。マイコンチップだが、私は今までこんなものを見たことがない。変わってるな。日本製ですかね。月曜の朝一番に研究所に持っていけ。わかりました。モノマネの帝王名物、英語版吹き替えも入ってる。 I'm a friend of Sarah Connor. I was told that she's here. Could I see her please? No, can't see her. She's making a statement. I'll be back. さらにはターミネーター最新作ダークフェイトよりアーノルド・シュワルツネッカーのインタビューを源田鉄章が吹き替え。リンダ・ハミルトンと再共演できてとても嬉しかったよ。キャメロンやティム・ミラー、そして他のキャストと仕事ができたことも楽しかった。I'll be back. I'll be back. 全てはここから始まった。
ターミネーターモノマネ吹き替え新録版コレクターズブルーレイボックス発売日未定。